50周年最終ショーディナーショーにご来場いただき心より感謝申し上げます。本日司会進行を務めます私は窓田と申します。夢と感動を与えられますように精一杯心を込めてお届けしたいと思います。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。さてここで少し番宣のご案内をさせていただきたいと思います。11月25日土曜日夕方6時から BSS のラジオえんここという番組に西村浩二が出演されます。本日皆様にプレゼントさせていただきましたブルーボレット北海岸がオンエアされるそうです。11月25日土曜日夕方6時から再放送は11月26日日曜日午前5時から。どうぞよろしくお願いいたします。第1部は西村浩二門下生の歌声からお楽しみください。まず私まどかのデビュー曲倉吉市の公演をいただいております。倉吉城下町をお聴きください。
ト菊池久人。サックス柴垣康弘。ピアノ山下健治。バイオリン松本大阪スペシャルズの素晴らしい演奏でお送りいたします。本日は私の歌手生活50周年最終章に、遠くは東京、そして、広島、名古屋、大阪、兵庫県、県内の皆さんにご来場いただき本当に嬉しく思います。最後まで一曲一曲愛を込めて、感謝を込めて、精一杯歌わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私の永遠の恩師春日八郎の作曲、この50年短く長かった50年を思い出しながら、短かったぜ長かった。歌い続け
泉たるなラブソングをリリースいたしました。歌手生活10周年記念曲うぬぼれ。私の悪友ベートーベン鈴木が願いという曲を書いてくれました。鈴木ちゃん、あんた偉い曲を書いてくれたなと。あなたのおかげで私はずっと不眠症になりました。毎晩願いを打ってますよと、そんな話もした子ございました。今日はその約30年前、本当にお世話になりました、大橋天神の和気のママさん、和子ちゃんが駆けつけてくださいました。ありがとうございます。大阪の方は願いという言葉あんまり好きじゃないそうでしてね、願えるということで商売的にはあんまり良くないタイトルだなと随分言われたんですけれど、随分と大阪もキャンペーンをさせていただきました。願いを聞いてください。振られちゃったよ、あっさりと。
一番最初に、作った曲が鳥取恋物語、私がマイクを向かしたら極力歌っていただければ嬉しく思います。いきなり参ります。鳥取恋物語。
「だから
You know.
私にとって春日八郎さんというのはとてつもない大きな存在です。昭和39年親父春日八郎と長崎公演ご一緒させていただきました。その折に長崎の駅のプラットホームからこんな曲が流れておりました。あの時の親父の嬉しそうな顔は今でも私の心に残っております。これからは春日メロディーをお聴いていきたいと思います。まずは長崎の人たち。ありがとうございました。今日はこの会場に私とビクター音楽学校同期でございまして、もうこの方とは54、5年はお付き合いさせていただいております。いつも、私の素晴らしいバックボーンとしてまた応援していただいております。全国春日八郎しのぶ会2代目の会長です、飯村隆夫さん、お見えになっておりますね。ちょっとステージの方によろしくお願いします。ありがとうございます。もう本当に55年来の、お付き合いで、東京にあります、西武池袋線の、練馬のビクター音楽学校、懐かしいですね。飯村さんも変わりませんね。私もあまり変わりませんけど、今日は、実はね、飯村さんはあの今は亡き師匠春日八郎とは逆に私よりももっと親しくて、馬の競馬の方の関係もありましてね、大変親しくしていておりました。それではもうせっかくですからね、
あの無料言っていいですか、春日廟で結婚立っていただけませんか、ね。井村さんとはね、本当に思い出深い曲なんですけどね、多分下方ぶりで、覚えていただけると思うんですけど、親父の作曲、歌手生活親父が10周年に書いた、あれから10年経ったかな、はい、よろしくお願いいたします。間違えるんですけど、親父の歌はなぜか間違えないという、それほど親父は私の心に染み付いております。安藤さん、お目になってますか。安藤さんの大好きな曲、一人しみじみ。
出してる雨まあ。眠りつけない。